北朝鮮に拉致された被害者の1日も早い救出を願う家族らの応援メッセージや支援コンサートなどをラジオ用に収録する公開イベントが19日。島根県安木市で行われる。早ければ2月1日から北朝鮮向けラジオ、短波放送潮風で放送され。 特定失踪者問題調査会などの主催で、参院では初めての企画。テーマは、希望の光、届け会を超えて、同調査会の村を検知後、立つる副代表による同様のイベントは、5年前から東京などで実施しており、今回は、 参院の関係者や支持者らからの強い要望から安ぎでの実施が決まった。ラジオの公開収録拉致被害者として認定されている、松本京子さんの2位、茂さんをはじめ、増田博美さん、特定失踪石川慶子さん、和田祐介さん、林健さん、 上田栄治さん、どうの、厚則さんら5人が出演する予定。このうち松本さんは、昭和52年、鳥取県米子市の実近所の編み物教室に向かう途中で拉致されたと、されている5人の応援メッセージを収録した。拉致被害者救出を願う。 ライブコンサートが行う。最後に、会場全員でしょうか。ふるさとを歌潮風を15年前に始めた、同調査会の村尾副代表は、脱北者からの聞き取り、放送をよく聞いていたことが分かった。北朝鮮が、妨害電波を頻繁に出すこと自体、放送の効果が、 大きい証拠だろうとし、収録を前に関係者が島根県庁で会見し、松本武さんは、ラジオ放送は、拉致問題解決に向けて意義ある試みだと思う。日本に一人でも帰れ、皆さんの力をお借りしたいと話している。 公開収録は19日午後に安城市飯島町の市総合文化ホールアルテピアで開催。入場無料。